旧敵武田家との攻防を続けていた家康のもとに信長からの使者として桃地三太夫が訪れる。三太夫によれば徳川信康が密かに武田家に通じ信長への反乱を企てているという。三太夫はやむを得ず信康騒動。信康が武田に通じて謀反を企てているだと？そんなの嘘よ。大変だ武田若半蔵、あの信康殿いささか心当たりも。心得た。この乱世俺を使いこなせよ武智よ。半蔵が戻れば真実が明かされよう。それまでいかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。し、皆の者、武田の兵を削るぞ。私が勝つ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず、家康もこれで終わりだ。なぜ武田が、何がどうなっているのだ。信康が武田勢に飲まれる前に引き離さねば、先に我らの手で信康方の将を倒してしまうか。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方しないでしょう。始末か。信康を討てということだろうが、そのようなことできるわけがない。叶う相手ではなかったか。これでどうだ。して動けぬのか。ならば拙者が出て露払いしてやろう。おう、任せろ。岡部殿が出てきたか。かの者を止めよ。武田を勢いづかせてはならぬ。武田にばかり戦わせて信康は畳の見物。失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね。きつくお仕置きしないと。まだ戻らないのかしら。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。者ども、武田の武勇を見せつけてやれ。Yeah!
上に勝負せい。敵将、本田平八がのしてやったぜ。引かせていただこう。岡部殿を止めることができたか。この勢いで武田勢を押し戻すぞ。信康はまだ動かぬか。お、少しばかり脅しつけねばならぬようだな。これでどうだ。勝つような動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。兵を挙げたにしては信康の動きが鈍いな。もう良い。信康方の砦を抑えてしまえ。先に武田勢に奪われた砦を取り戻せば勝頼のもとへはいけるな。生きた。くものか。急げ。神にならぬ。開門。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。かつての武田であれば下手な小細工はせず堂々三河に攻め入ってきたものであったが、信康から誘ってきたのだ。小細工ではない。神にならぬ。私とてもののふなのだ。これでどうかなう相手ではなかったか。耐えきれん。聞かせてもらう。私が勝つ。あくまで信康は動かぬか。ならば攻め方も考え直さねばなるまい。撤収だ。お、待ってろ。もしや我らは謀反を起こしたと思われて。だとすれば一大事。申し開きに行かねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが、たとえ許しを請うてきても切り捨てる所存。それは当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと桃地に何を言われるかわからないわね。武田に通じ兄上に刃を向けんとしたことを許すわけにはいかぬ。信康、覚悟せよ。無念。で、あれ、切られてない。いいから、死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。家康殿。ああ、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね、それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら奥の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい。信康をそそのかしたのはこの私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。やりきったぞ瀬野。し、全ての罪を一人で。時を稼ぐための半蔵が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。そらそら。家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよ、セナ。この家康が成敗してくれる。若、セナ様。組み解けよ。服部半蔵、ただいま戻りましたぞ。やりゃ、あっ、
武田に内通を受けたまわった誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代すべては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。無駄だ。そのような卑劣な真似を許せる、断じて許さぬぞ。勝利条件変更。俺を切れるもんならやってみな。者ども、手負いの瀬名を狙え。先ほどの戦いで怪我を。どうしてもセナを守り抜かねば。じゃしばらく俺の手下どもと遊んで。墓地のやつどこに隠れたって逃がさないわよ。セナ、無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。ヤツにひどいことして許さないんだから。とてもセナを止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。なんだあの砦で何やら怪しい動きが。本当は私が。ここは引くほかあるまい。これでどうだ。いや、忍びか。こんなところで何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、ここで始末してやろう。違う、二人どちらが待つ。ことの桃しか分からぬが、とにかく追わねば。そらそら受けたまわった。敗北条件変更。いずれの三太夫も動きが妙だ。もしや両人とも偽物か。申し訳ござらぬ。桃地に術をかけられ、このような。私は何を。桃地が目の前に現れ、その後は何も覚えておらず。そらそら。なんと、我が家臣であったか。徳川の将に変化の術をかけていたか。卑劣な真似をしよって。まんまと引っかかりやがった。じゃあ俺は逃げさせてもらうぜ。どうだ。桃地、逃がすもんですか。三代、俺が手塩にかけて育てた忍びたちだ。たっぷり相手をしてもらうぞ。厄介なのを出してきやがって。目障りな将は討ち取った。次は家康の首でもいただこうか。ここは私が。何来た。桃地、これでどうだ。私に何の恨みがあってこのような。俺は織田の天下取りを邪魔してだけだ。武士の世なんざ真っ平なんざ。兄上を陥れるつもりならば、ますます許してはおけない。残念だが、この程度で死ぬ俺じゃねえ。
またどこかで会おうぜ。逃がしたか。とはいえ事なきを得てよかった。これだけ引っかき回されて事なきですって。まあみんな無事だったし、よしとしますか。こたびの真相については兄上に知らせておいた。これで桃地は織田の討伐を受けることになろう。よっしゃ、これにて一件落着だな。武田の侵攻を受けながら見事に乱を鎮めたことで家中の何そうよ、こんでも家康辛口の瀬名に褒めてもらえると